マルメロは、バラカマルメロ族の一種である、落葉香木。マルメロ族はマルメロのみの一族一種である。ポルトガル語本来では、マルメロは、果実の名で、木は、マルメレーロという。英語名はクインス。別名、西洋カリン。栽培が盛んな長野県諏訪市など一部の地域では、カリンと呼ばれる。また、木工の字を当てられることもある。しかし、西洋カリン、カリン。 ボケはいずれも別属である。なお、マルメロはヨーロッパ原産でもない。ただしカリン族とは、カナメモチ族とともに非常に近縁である。その他、西洋カリン族、ボケ族、リンゴ族、ナシ族などとも、詳細な系統関係は不明ではあるが、バラ科の中では、比較的、近く、同じナシアレンに含まれる。中央アジア原産。果実は、ニセ科で、 熟した果実は明るい木大々色で、ようなし形をしており、長さ7から1 2センチメートル、幅6から9センチメートルである。果実は緑色で、灰色白色の難毛で覆われている。葉は五星、長さは7から1 2センチメートル、幅6から9センチメートルで白い、細かな毛で覆われている。花は春、葉が出た後に咲き、大きさは5センチメートル、色は白。 またはピンクで5枚の花びらがある。果実は方向があるが強い酸味があり、硬い繊維質と石細胞のため生殖はできないが、花梨と同じ要領で果実種や蜂蜜漬け、ジャムなどが作れる。成熟果の表面には難毛が少し残っている場合があるので、よく落としてから切って調理する。マーマレードは丸メロの砂糖漬けが語源であるという。 ありがとうございます。